はい今日は1月の10日夜8時15分を回りました現在の不敗者政治・行政・社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に強制意を求めるとともに国民・市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしておりますおなじみの赤い車・ヤリン、東大阪オオカミ・少年ならのオオカミ・おやりの声オマンも届けてまいりましょう皆さんこんばんはさあ このちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるんですが3日前にやった4日前ですねやったこのツイキャスの動画 YouTube へ転送することができないんですねこの私は前にも何回かね皆さんにお伝えしております通りに このスマートフォンっていうのはこのツイキャスのやり方とそして YouTube に投稿するだけにしか使っていないわけなんですね。と言いますのはその普通ね電話もこのスマートフォンで皆さん会話しますが私はねこのスマートフォンはこのツイキャスのために使っているだけでね 会話には使っていないななわけなんですねですからこのような、ね、私にしたらトラブルしかしね他のところを、ね、いじったらこのよく言われますねいろんなウイルスに侵されるから、ね、違うところを、ね、クリックしてはダメだというのを聞いていますからそのやり方、ね、俗に言うアホの一つ覚えってそれしか知らないんでねそして今知り合いの、ね、詳しい人に。 直接これねもうツイキャスをやめて直接 YouTube ねそのまま放送できるようなねこれにちょっとね変えようかなと思っているわけだねどうも YouTube の場合ですとねしきたりねいくらかの要するにそのねアクセスする人たちがおってライブの回数とか視聴者の何人とかいうのがねあると思うんですがさあ この私のツイキャスをね見ていただいている人たちは本当にね、この政治、行政、さらにはね、私が調査している、ね、その状況を、ね、直視されている、そして普通のねあのツイキャスというのは、問答を、ね、やりながら、ディスカッションですね、そのような会話しながら、皆さんのね、 ご意見を聞きながらやっている。そうですねこの皆さんの意見を聞きながらやっているそれが普通のツ、ね、イキャスの在り方そして、ね、意見さらにはねその投稿された意見に対してね私がね答えていくそしてまたその質問ねいろんな、ね、ことを受け答えしていくほとんどがそうみたいなんですが。 私の場合はそういうね要するに、ね、はっきり言いまして私はねその遊びにねこれを使いたくないわけなんですね。ですから皆さんに私が、ね、お伝えしているのは今現在の政治行政、ね、各役所,役所そして地方で起こっているそのようなねみんなが、ね、疑問に思っていることそして なぜ役所はこのようなことを放置しているんだというようなことをね調査してそれをこの疑問点を皆さんにね教えていくこのようなことをやっているわけなんですね。まあそれをこれを私のね動画をご覧になっている方はねみんなそれを理解されていてそしてね黙ってねそして聞いていただくまあ投稿されても私はねそれに回答とかね質問に答えることはあまりね 単発でできるものは答えお答えするんですが自分勝手に自分が調査していたものを、ね、皆さんにこうする。ね、今年に入って、ね、3日ほど前から皆さんにお伝えしております、ね、東大阪で起こっている大変な、ね、こと明日おそらく結果が出るんではないかなと思うんですね皆さんに、ね、注目しておいてくださいね。これは役所と 業者のトラブルであってね果たしてこれは業者と役所がね会って面談してなりそして解決するのはトップ同士ですねこうトップでないとこのようなトラブルというのはね誰が中に入っていってもねそれは解決できないどうも契約の問題でトラブルっているらしいんですからね ですから、明日おそらくどのようなことでね決着をするのかそれとも大ニュースとして皆さんの耳に届くのか目にねすることができるのかそれは私も現在今でも分かっておりませんね明日にならないと分からないようなね明日送るであろうねそれをまたねニュースとして私が皆さんにね私が知り得た文を広報してまいります さあそれよりも何よりもねこのツイキャスやって YouTube へ投稿できないこれだけでね YouTube3 日前4日前ね皆さんがそれだけをご覧になっている、ね、そしてどうなんで YouTube にねやっているのにそれが投稿できないのかちんぷんかんぷんでわからないわけなんですね。 もう2年間ですかね早に、早いものですね。去年おととしの確か1月の14日だったと思うんですね。ということはまるまる2年になるわけなんですね。早いものですね。そして今日は、ね、成人式の日、ね、全国で成人式が行われてそして昨年成人式が行われなかったその人たちと一緒にね。 2年、そうですね21歳と二十歳の人が同時に同じ場所で成人式を行われた、ね、というニュースがあちらこちらで流れていますねさあ私にとっては55年前の出来事本当にその映像を見るたびにあ自分の、ね、成人式はあのような 出席だったなとと今でもねこころどころどを覚えております、ね、私はね真っ黒のねスーツそして真っ黒のね要するにあの昔流行ったとっくりの、ね、セーターですね中に来てそして真っ黒のスーツ、ね、そしてあの昔のあの和歌山富太郎 富三郎ですかえ今の,あの麻生副総理がよく、ね、かぶっていたあの帽子ですね。あれようにかぶっていったような記憶があるんです、ね。におそらく、ね、そのような格好をしていったのも今の、ね、若い子のあの金キンラ金の派手な、ね、羽織袴ですか、ね。ああいうものはほとんどいませんでしたね、その当時はししかし今は。 ね、自由奔放なさまざまな、ね、服着物、ね、やって自分流でそして主張する、まあ、それはそれでね今現代の移り変わりというにはねしかし、ね、相変わらず沖縄では交差点の真ん中を、ね、車や、ね、バイクでぐるぐるぐる回っている、ね、あれが氷、ね、のようになっているようなね あり方しかし、ね、それを、ね、やろうとする若者が、ね、その時にそういう、ね、主張したものが、ね、世の中では成功していくものがたくさんいますに、ね、それかといったら、ね、その二十歳になってそして社会に出て、ね、頭の良かったものが、ね、墜落していってそして、ね、やんちゃをやっていたものが。 社会に出て成功していく人人生ねいろいろですね私のようにね中学しかね出ていないぼんくら頭でもねちょっと行政のことに釘を突っ込んで一日一日何年も調査をしてきていたらね大学でのバリバリの大学での連中と同じような文章のね見方そして書き方ですね現在ね 今、二通の刑事告発状。ね。を作っている最中なんですね。一通は和歌山県。一通は三重県。この三重県の場合ですと。名古屋の地方検察庁ですね。ここへ提出しようと。ね、今書類を第一号証から。ね、二十号証。そして和歌山の方は。二十二号証まで。 ね、要するに証拠公第1号証から証拠第22号証まで整備してそしていつどこで誰が何を通した皆さん何回も言ってますに、ね、刑事告発というものはもしね私が虚偽のねその告発状を作ってそれをね 警察が受理して、検察庁が受理して、調査したところが、ね、それが相手に対する非告発人ですね、相手が、ね、そのようなことをしていなかった、そのために私を名誉毀損で訴えることができるわけなんですね。ということは、自分で投げた縄で自分の首を絞めるようなことになる。ね、これが日本のそういう告発状の、ね、決まり。 取締りの当然自分も相手を告発する以上はその危険は自分にもあるということを重々、ね、認識してそしてこれは絶対にね、という自分で確信持つ100%、ね、自分で調査は行いましたしかし司法からしたらね 私の調査などね、50%か60%かも分かりませんに、ね。しかし、民間で、ね、や,れやれる調査というのは限界がありますから、ね、そしてその限界を見、ね、証拠書類として見つめて、ね、見たよ、聞いたよをもとにですね、最初は。そうしている間に、その証言者というのが出てきますに。 その時のただね言っただけではなく証言したではなくねちゃんとこのようなところにこのような状況でこのようなことが行われましたというねそういう図に書いてそれが届けられるそうした場合に私はそれをまだ元に役所に行って開示請求をしてねどこに言う裏取りですねそれに関わるものを出てきてあ,あやっぱりこのね 教えていただいたこの通りのねおかしなことが行われているねそしてだん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 それが疑問が確信見えてきたものを、ね、そして確信に変わっていくそして告発状の政策になっていくわけなんですねそしてターゲットをね私の場合、ね、個人で素人で作りますからねしかし 何回も私はね、仕事の戦いをやってきていますから、ね、自分がね、起訴状として、ね、警察、検事が作ったそのようなね、起訴状を元にしたら、あ,あなるほどな、ね、相手が被告人であれば、ね、いつ、どこで、誰が何をどうした、ね、私が、ね、何月、何日、ね、相手に対して、ね、こういうこと、 ね、その事件になるような概要のことをこのようにしてこうしたということをね検事はそれをね警察はそれをね私の方にね私が被告人の場合ですよそれをちゃんとした、ね、名目でいつどこで誰が何をいつ道村が、ね、何を、ね、いつどこで何をどうした、ね、こうして作り上げる、ね。そそして私はその順番を ね、一度書いたものを、ね、全部一度書いてみますに、ね、第1号章から22号章までの,その、ね、説明をつけてそして一度聖書してみる、ね、そしたら読み返してその順番が違うことが分かるわけなんですね一度最初から、ね、告発状として書いてみないと、ね、ただ一通り書いただけではね 単なる小説かその、ね、表現書にしかならないわけなんですね。とてもではないがそのようなものではに、ね、警察であろうが検察であろうがに、ね、受理はしてくれませんに、ね、預かりはしますけどもそれを告発上受理というところまでは、ね、なかなか民間で私のようなものがやるとに、ね、受けてくれませんしかし、ね、私は数々ね 重ねてやっていますからそれが受理されても審議されて不起訴あるいはそれによって不起訴になっても、ね、私が非告発人として訴えたところの会社は、ね、行政と一緒に悪性をやっていたらそれが是正される、ね、そしてその企業は自称するわけなんですねそういう不正事はしないようになるわけなんですねこれを求めてね 私のような素人でも、ね、行政に対して異議申し立てができる、ね。しかし、このようにしてね、役所相手にしていると、和歌山県の特に驚いていることが、市町村のその町民でないと開示請求ができない。ね、これ、本当にね、この47都道府県。 1700市町村。この1700市町村の中にね、まだまだ日本国中でね、このような閉鎖された。ね。要するに、町自体が町民でないと開示請求は受け付けすることができません。それは、その町の何の方ですかと言ったら、条例です。と言われたら、条例は、 地方自治法をもとにその町々にあった市にあった議員がね条例制定して当局が出したそれをねもとに議会で承認されてその条例っていうのは可決されたらその町に適用として法として施行されるわけなんですね。しかしこの施行されて ね、しなさい地方自治法によってこれを必ずこのようにしなさいという基本はあってもそれは、ね、全体的な基本であってそのまちまちの方ではないわけなんですね。そりゃそうですね2万人の町と、ね、この私のよ住んでいるような50万人、ね、あの人口のシートは当然条例も同じようで違うわけなんですに、ね。 規定があって、そしてそれをその自分たちの町にあった条例を制定していく。ね、そして今驚いているのが皆さんに何度もお話ししておりますように環境省ねこの射撃,射撃場に対する取り締まりがね和歌山県にはない。しかし、か面白いことに、ね 環境省が出してある射撃場のガイドラインというのは、ね、裏表でしたら、ね、60ページにわたってね、これが、ね、えらい有識者といわれるね、人たち15、6人が集まって、2年間もかけて協議をして、それで作られている。ね、それを全国の,の都道府県に、射撃場はこのようなね、取り締まりをしてくださいと。 やったところが和歌山県のようにそれをもとに作った条例がありません。ならば野原市になりますに、ね、悪いことをしてもこの条例ガイドラインには経営者に対して土壌検査や水質検査さらには鉛の回収鉄砲の撃った後の回収これをやりなさいと。 出してあるにもかかわらずね、それを指摘してもどこも取り締まるところがない。ならば環境省が作っているガイドラインこれ皆さんこの有識者という連中らが2年間ですよ つまり平成17年の4月から平成1九年の四月一日3月, 3, え、ね、平成年の3月31日にこの結成してそしてあ平成17年の4月1日から145人の有識者で、ね、結成されたもので 射撃場に対する営業の行い方、そして環境に対する考え方、それを議論して2年間ですよ。何回やったか分かりませんが、無料ではないはずなんですねそうそうたるメンバーの肩書きですから、それなりの報酬は受け取っているはずなんですねそして2年。平成19年の2、4月1日からの施行として、 ね、射撃場のガイドラインが制定されて各都道府県へ配布された、ね、そこまでは、ね、環境省の、ね、担当としてやったがそれから先なんですね問題は、ね。考えたら、ね、人口の少ないところ、ね、そこには射撃場は一箇所しかない。 1一箇所しかないその射撃場の取締りのガイドラインが送られてきたにしてもこの和歌山県では1箇所の射撃場のために条例を作る作らないつまり作っていないわけなんですに、ね、そうした場合にこのような問題が勃発したね営業されている業者が 水の検査はしないわ土の検査土壌の検査はしないわね鉛の回収はしないわこれ3つも環境破壊のほったらかしになっていますねしかしそれでもしないねそして今度の度私が調査に入って開示請求をしたところね水の検査表も 土壌、土の検査表も公文書不存在つまり記録した、ね、ものが不存在ありませんということは水の検査も土,地土壌の検査土の検査を、ね、汚染してるかどうかその検査も鉛の回収の、ね、その行った回数、ね、それさえも記録がないというんですね。 さあそうした場合にね皆さん環境省が作っているその環境に対するガイドラインですね。ここで私が皆さんにね何回か、ね、以前からお伝えしておりますように「絵に描いた餅」なんですね。環境省が作ったガイドラインや 決めた法というのは名ばかりの、ね、刑罰法がなければ、ね、取り締まる、ね、例えば、注意とか、勧告とか、是正とか、ね、それさえも、条例がなければ、どうにも、山本凛ダではありませんが、ね、悪性不正をどうにも止めることはできませんに、 やっているものはどうにも止まらない。それで堂々と営業している。さあ、そこに、ただね、営業しているだけではいいんですね。ところが申請したら、ね、これが、補助金、助成金が、湯水のごとく出てくる。与えられる。ね、環境省が決めた条例、 ガイイドラインを元に配布したはずのそれをちゃんと守っている企業であればね業者であれば何のこのようなね私のね環境問題に取り組んでいるものが調査をしてもねそのガイドライン上に記載されている通りの要請ねやり方営業していたら何もこのような問題になってくるはずがありませんにし。 水の検査も土壌検査も鉛のね収,あの収集もやっていない。なれば皆さんちょっと話が違いますに、ね、我々の国民の税金これを環境省が決めたガイドラインにもわ、ね、違反していながら違反とは言いませんに、ね、つまり取締りの、ね、条例がないんですから本人にこれをやりなさい。 つまりこれと一緒なんですよ皆さん。廊下は静かに歩きましょうこのよう学校で書いてありますね生理生徒というのがありますね食事の前には手を洗いましょうというのがありますねこれと一緒なんですね環境省が作っているガイドラインというのはねさあ学校で廊下は静かに歩きましょう書いてたところで廊下を走ってそれ取り締まる方はありませんに、ね。 中には学校の教師がそれを見つけて、ね、昔なら「これはどうもないお前何そんな!ね」という教師がいましたが今の教者はどうでしょうかね。走る者がおっても、ね「おい走るなよ」そのぐらいで終わるんじゃないでしょうかね。これと一緒なんですね。つまりそういう決め事は作ってもそれをちゃんと。 取り締まる、ね、学校のそのね、法的な抜け道ですね。条例の抜け道、作っていないんですから、しかし、ね、また面白いことに、違う方向では、ね、環境に対する、ね、産業廃棄物取り締まりかというのがあるんですね。指導かですね。取り締まりじゃない。産業廃棄物指導かというのがあるわけなんですね。そうでしょね。 産業廃棄物のね指導化ここにはね取り締まる権限を与えられているわけなんですね法的に。第何十何号というのね今ね告発状書いていますからね産業廃棄物保管法ねそこからスタートなんですねそして産業廃棄物処理法ねさらにはね水質ね くね、汚す、汚だく、ね、防止法、このような法をね、見ていったらね、出てくるんですに、ね、そして自分が知らなかった法が、ね、その、ね、六法、ね、判決文の六法を見るたびに、ね、ああ、なるほどな、産業廃棄物取締法、さらには、ね、産業廃棄物保管法、さらには、水質 汚、ね、濁濁ね,ね汚して濁る防止法このような法がきっちりと制定されて、ね、あこれは確かに刑法、ね、なってそれに違反したら例えば懲役1年、ね、そして罰金50万円とかさまざまな、ね、それが書いてあるわけなんですね。ですからそれを見ることによってね 自分、ね、私が書いているそれを見ながらね例えばそれがね処罰法であるかねそれでないかその書き方なんですに、ね、ですからこの法のね何条何項にね違反しているということを証明しなければならないわけなんですねですからそのような法律堅苦しい本のね それを六法を取り出しながらね産業廃棄物取締法においてもこれとこれと15何条の12345これに違反しているね疑惑があるということをね書いて表題として件名を書いてそれからなんですね,ね要するに告発の理由趣旨ですね ここういういいとを書いて、ね、まずはちゃんと、ね、第三者が見ても分かるような書き出しをしなければ受付してもらえませんに、ね。ということは皆さんあの裁判資料がそうですねひなといって書き方があるわけなんですね。私が今書いているのは素人ながら、ね、そのようなちゃんとした書き方ですね順番ですね。 相手が見ても誰が見てもそのね訴えようとしているね証明しようとしているものがね順番が違ったりね番号が違ったりそして指摘するものが違ったりしたら見る方は例えばね広十第一号章から証拠広第一号章からに、ね、証拠第二十号章までを説明しようと思ったらね文章を説